でさあ、いった。ちょっと、デカ子邪魔すぎ。障害物じゃん。しゃあない、デカすぎだし。ごめんなさい。睦月ゆい、いつも一人で本を読んでいる。地味で目立たない彼女の顔を思い出せるクラスメイトはいないだろう。バイバイ。あ、じゃあな、部活頑張れよ。僕、立花ヒロトは絵に描いたようなぼっちんキャだ。好きなものは写真撮影、嫌いなものは慣れ合いと陽キャなクラスメイトたち。僕と睦月ゆいはお互いクラスの輪から孤立している日陰者だが、接点はない。話したこともないし、これから親しくなるつもりもない。少し前まではなかったんだ。取れた？どう？うん、いいと思う。わあ、綺麗。何？どうしたの？ふん、まさか自分の写真を見て綺麗なんて前までは想像もしてなかったなって。立花くん、すごいよ。素材がいいんだ。僕はそれを切り取ってるだけ。そんなことないよ、私なんか。そんなことないなんてないんだよ、睦月さん。睦月ゆいとこの関係を始めたのは、お互いがクラスに馴染めないまま迎えた夏休み明け、新学期初日のことだった。ここからの景色、まだ撮ってなかったな。高台だし眺めはいいから割と穴場。初めて見た睦月ゆいの素顔に僕は目を奪われた。思えばあの時すでに僕は彼女に一目惚れしていたんだろう。何？あ、ごめん。カメラ、盗撮？スカートめくれてたり。違う、その今の一瞬がすごく良かったからつい。何言って、あれ、立花くん。え？やっぱりそうだ、いつも持ってるケースカメラだったんだね。あ、そっか、わかんないよね。ちょっと待ってね。同じクラスの。うん、睦月ゆい。カメラ好きなの？まあ。今の写真見てもいい？パンツ写ってたら消してほしいなって。写ってない、ほら。どれどれ。これ。うん、とっさにしてはかなりいいのが撮れた。睦月さん背が高いから、こういう構図でも負けずに存在感があってバランス取れてて、本当にいいなこの写真。うん、素敵。でもこれ私じゃないよね。いや、君だよ。なんで否定するの？だって。むしろ他の誰かだったら成立しなかったよ。何かやってた？立ち姿すごい綺麗だ。めっちゃ褒めるね。おばあちゃんが茶道してて姿勢に細かいくらいだよ。いつも猫背なのに。できるだけ背を小さく見せたくて。でもそっか、写真なら私。けどこれは消そう。無許可で撮るのはマナー違反だ。待って、あの立花くん、相談があるんだけど。ん？私のこといっぱい撮って。立花くんが思うように好きなだけ。それから僕は睦月ゆいを写真に収めるようになった。学校では話さない、連絡もしない。ただ放課後二人になるまで教室に残っていたら、それが撮影の合図だ。僕が場所を選び、シチュエーションを提案。それに睦月ゆいは真摯に答えてくれる。私ね、今の自分が嫌いなの。大きいだけで得意なこともなくて、違う自分になりたいってずっと思ってた。でもどうすればいいか全然わからなくて。でも立花くんの写真を見て思ったの。カメラの前でなら違う自分になれる。嫌いな私を忘れられるって。どうかな。うん、いい感じだね。うん、やっぱり私立花くんに撮られるの好きだな。まっすぐ見てくれるから余計なこと考えずに違う私になれてすごく楽しい。ならよかった。ごめんね、私のわがままに付き合わせちゃって。別に、僕も君を撮るのはその嫌いじゃない。
そうなんだ。ありがとう。今何時だっけ？あ、その子、この頃 CM とかでよく見るよね。え？ああ、そういえば。かわいいな。君の方がかわいいなんて、僕に言われても困るだけだよな。そうだ、実は僕、SNS にアカウント持ってるんだ。ん？数人の写真仲間しか見ないんだけど、睦月さんの写真をあげてもいいかな？え？最初のあの屋上の一枚だけでいいんだ。今まで風景ばっかり撮ってた僕の初めての人物写真だから。そっか。うん、その一枚だけならいいよ。ありがとう。本当にすごくいい写真なんだよ。その言葉は本心だけど、写真をあげようと思った動機には僕のちっぽけな優越感が多分に含まれていた。どうだ、睦月ゆいは僕にだけこんな魅力的な姿を見せてくれるんだ。そう自慢したかったんだ。月曜日。ねえ、あれ見た？めっちゃ可愛い。誰なの？うちの制服だよね。あ、なんだかみんな騒がしいけど、どうしたんだろう。橘くん、ちょっと来て。どうしたの？教室じゃ声はかけないって。 SNS 見た？ううん、私あんまり使わないから。だよね。これ見て。ん？あ、これ私の写真。すごい。あの後、気づいた時にはバズってて、制服でこの学校だって特定されて、びっくりだよ。じゃあみんなざわざわしてたのって、この女子は誰だって騒ぎになってる。今のところ睦月さんだとはバレてないけど。あと今朝こんなメールが来た。猫岡プロダクション、芸能事務所？睦月さんのこと教えてほしい、モデルに興味ないかって。ちゃんとしたところみたいで。どうする？どうするって私なんかが。そんなことない。これって睦月さんの魅力がプロの目に留まったってことだよ。なら挑戦してみてもいいと思う。ふざけてないよね。うん、もちろん睦月さんにその気があればだけど。橘くんがそう言うなら話だけでも聞いてみようかな。こうして僕は睦月ゆいの世話をした。そして一月後、彼女は有名なファッション雑誌からティーンモデルとしてデビューした。睦月さん、特集読んだよ。インタビューどんな感じだった？このモデルさんと一緒だったの？うん、話しかけてくれて楽しかったよ。すごい、いいな。私ももうちょっと背が高かったらな。身長だけじゃ無理でしょう。睦月さんスタイルいいもん。前からモデルっぽいって思ってたんだ。羨ましいな。ありがとう。睦月ゆいはあっという間にクラスの中心になった。彼女をからかう声はもう聞こえない。みんな彼女の一挙手一投足に注目していて、彼女が褒められると僕も嬉しかった。それ見たことかと何度叫びそうになっただろう。睦月ゆいが綺麗で魅力的だなんてもうとっくに知っている。写真だって数えきれないくらい撮ってきた。あの日この場所から始まったんだ、放課後の秘密の約束、二人だけの撮影会。楽しかったな。もう僕は睦月ゆいを撮っていない。当然だ、モデルの彼女にはプロのカメラマンがいる。放課後はすぐにスタジオに行く日も多いらしい。そんな日々を充実して多忙な彼女が僕みたいな素人の相手をする理由はない。かっこ悪。何いじけてるんだよ。これでよかったんじゃないか。彼女は変わった。それも本人が望む方向に。背の高さは長所だし、姿勢の良さは折り紙付きだ。やりたいことを見つけて、結果を出せて、明るくなって、自信だって身についただろう。で、僕の手元に残ったのは短い間の思い出だけか。まあ上出来かな。けどできることならもっと撮り続けたかったな。
やっと出てきた。遅い。あ、立花くん？どうしたのさ、撮影は？うん、だから待ってたの。ん？忘れちゃった？教室に二人になるまで残ってたら、その日は撮影するって約束。いや、覚えてるけど。え？残ってた？そうだよ。二人きりになって、私が先に出て、それから10分くらい待っても来ないから、呼びに行こうかなって。もしかして気づいてなかった？ごめん。ひどい。残ってくれてたから、そのつもりだと思ってたのに。けど、モデルの撮影は？まだ新人だし、一段落しちゃったし、毎日お仕事あるほど忙しくないよ。じゃあ、その格好は？こっちの方が落ち着くの。それに目立つと橘君も困るかなって。ほら、今からするのは私と橘君だけの秘密でしょ。なんだよ、写真ならいくらでも撮ってもらってるだろ。うん、でもそれはお仕事だし。言わなかったっけ、私橘君に撮られるの好きだよ。橘君は？僕も好きだよ。嬉しい。ねえ橘くん、私のことこれからもたくさん撮ってくれる？まあ、睦月さんがそうしてほしいなら。じゃないや。ん？撮りたい。ずっと誰よりも近くで、僕しか知らない睦月結衣をいつまでも。よろしくお願いします。好きだよ、ひろとくん。こうして僕と睦月結衣は今も二人だけの撮影を続けている。そして先日からもう一つ、誰にも言わない秘密の関係も。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくね。